エスタディオエルナンドシレス、または、ラパスオリンピック競技場は、ボリビア最大の総合競技場である。この競技場は、ラパス市のミラフローレス地区にあり、海抜は3577メートル、世界一高い場所にある公的な競技場である。スタジアム名称は、ボリビア第31代大統領、エルナンドシレスレースにちなんで命名された。 収容人員数は4万5千名で、すべての観客が着席して観戦できる。1931年に開場し、開幕試合は、ザストロンゲスト対ウニベルスタリオで、ザストロンゲストが4対1で勝利した。ボリビアサッカーリーグの3チームが、ホームグラウンドとしている。ボリビアのサッカー史において、大きな役割を果たした、競技場で、1963年のコパアメリカで、 ボリビアが優勝した、際の舞台である。また、1993年に W 杯、南米予選で、ボリビアがブラジルに勝利したのも、この競技場である。標高が高く、酸素濃度が低いため、ブラジルやアルゼンチンは、ワールドカップ、南米予選が行われる際は、試合開始数時間前に、会場入りし、試合終了直後に帰国するという対策をとっている。 2007年5月までは国際サッカー連盟はワールドカップ予選競技場として認めていたがビジターとしてこの競技場に来るチームが試合までの数日でコーチ順応しなければいけないのは公平さに欠けると抗議をしたため2007年5月27日に FIFA は標高2500メートル以上の競技場で試合をしてはいけないと発表した エボモラレスボリビア大統領を含む幾人かはこれに反発し、南米コーチ、特にアンデス地域に対する差別であると訴えた。以降エルナンド・シレスの名前は、FIFA のコーチ試合拒否に対するボリビアの戦いを象徴するものとなった。約1ヶ月にわたる抗議行動の結果、2007年7月27日に、FIFA は、 標高制限を2500メートルから3000メートルに引き上げた。さらにその翌日、エルナンド・シレス競技場は特例として2014年ワールドカップ予選会場として認めると発表した。なお、この抗議行動の一環として、モラレス大統領は標高6500メートル以上ある佐浜山の山頂でサッカーをするというデモンストレーションを行った。ありがとうございます。